食いしました、とある企画でですね、めちゃめちゃ大食いをした後でございます。目覚ましをかけずに、時間を見ずに朝7時集合できるのか、あでございます。これからとあるホテルに泊まりに行きます。一泊します。明日ね、早朝からロケがあります。うちら一回やってますこれ。そうだね、はい、ただ今回は大食いした後ってめちゃめちゃ眠くなるでしょ。この条件がちょっとあるんで、俺1位ですよ。ルーティンって見つけちゃったの。俺がいつも朝7時になるととある出来事があって、あ、これ7時だって分かるのがあるんだよ。もうちょっと目覚まし次第なんだ。4時とか朝かけてんのに、いや寝るの早く寝れば。でもなかなか早く寝れないじゃん。俺も化粧水やら何やら塗るだけで1時間かかっちゃったりとかして、で朝7時になったら絶対俺ある出来事があって、何なの気になるな、ちょっと言うのよ。7時になると寝ててもそう、寝てて、寝てても言うから無呼吸じゃなくて7時だな、無呼吸じゃないの、ね、前回ビリー私だったんだけど、午前中ぐらい、うん、好きなものおごる、そうしましょうか、うん、目覚ましかけずに朝7時に集合、いでよ、というわけで着きました。ホテルの中、夜の11時です。いつも俺最近寝るのがまたちょっと少しずつ遅くなってきちゃって、夜の3時とか4時ぐらい寝ることも最近増えてきちゃってですね、いつもルーティンからすると絶対7時には起きれないことが分かってるんですよ。逆算すると7時に起きるんだったら1時には寝なきゃいけないです。計算ですね。1時に寝ます。あと2時間後に寝れるようにちょっと準備していきたいと思うよ。やっぱ飯むちゃくちゃ食べたんで眠いんすよね。風呂入ってちょっと編集の準備しようかな。ホテルに来たらね、とにかくね、備え付けのものをね全部たしなむと。なのでまずはこの消毒済みのねスリッパ、これに書き換えます。あー気持ちいい。これだけで僕んちベッドじゃないんで布団なんで、めちゃめちゃいいね。お風呂シャワー浴びたいと思います。じゃあシャワー浴びま、じゃあシャワー浴びます。今ですね、お部屋に入りましてくつろぎタイムです。先ほどですね、大食い企画をやりまして、もうお腹いっぱいなはずなんですけども、本当自分で言うのも怖いんですけど、なんかお腹が空いてしまいましたので夜食タイム。あ、美味しい。今回とある作戦があるので、ちょっと後で発表します。とりあえず食べる。一人で夜過ごすのどんだけぶりかな。なんかちょっとね、テンション上がってます。編集します。でこれね、パソコン時計あるんでね、寝るときにはもうパソコン閉じてカバンにしまいたいと思います。しますかな。もうみんな寝たのかな。前回俺パソコンを忘れて2番目だったのに、翔ちゃんが繰り上げの2番になっちゃって、俺が3番になってたんで、もう忘れ物は絶対しないようにする。前回ビリなオーキングがいて、パノさん、優勝のパノさんがいないから、確実に俺が 1位狙います。もうもうすぐ12時なんで、お風呂入って寝る準備しようかな。完食。先ほどご飯を食べまして少し休憩をしました。なので次はお風呂に入りたいと思います。気持ちいい。お湯気持ちいい。気持ちいいです。もうすぐ寝たい。残りパパッとちょっとやって1時には寝たいな。おさしてごめん。摩擦しない、摩擦しない、摩擦しないよ。優しく洗わないとね、肌の神様に怒られちゃうんで。2時25分なんですけども、もうそろそろ寝たいと思います。僕ちょっと作戦がありまして、毎日朝方にトイレで起きるんですよ。朝トイレで起きたらもうそのまま寝ないで起きてもう行くっていう作戦でいきたいと思います。おしっこ目覚まし。さすがに寝る直前にこの500飲んだらもうすぐ起きると思うんで、早く起きると思います。はい、これで携帯の充電も消しました。おやすみなさい。おやすみなさい。動画のアップが終わりました。ちょっとゴロゴロして、で眠たくなったら寝ようと思います。2時になるので寝ようと思います。寝まし時計も。じゃあおやすみなさい。1時50分です。 OK、 じゃあ電源切ります。携帯のこれはもう朝は見れないんで、
それでは消します。さよなら、おやすみ。また歯磨いて寝ます。はい、やっと寝れる。今日も一日頑張った。おはようございます。悪魔の企画第2回、ただいまの時刻が5時30分ですね。それでは引き続き報告していきたいと思います。嘘。ちょっ、来た。お団子さんです。1人目。1人目ですよ。てか早すぎますって。え、ねえ、待って。あの、実はですね、これ2回目か3回目に起きてまして、1回目起きたんですけど、あ、まだ全然、多分これ4時か5時だなっていうのでスルーしたんですよ。頼む、あと何回か起きてくれ、自分って信じて、準備して出たいと思います。頼む、待っててくれ。じゃあ着替えてね、歯磨きとか準備して出ます。とにかく勝ちます。勝つためにこの眠さは頑張る、耐える。頼む、再開じゃないように。全然早すぎる。今ただいまの時刻、え、6時18分です。そんな早いの？はい、ビビリだから、はい、僕3回起きてて、いやちょっと、いや早すぎるな。そうっすね、7時に集合、7時に近い方が勝ちですからね。逆に早すぎるっていう。 それすらも超えた。あ、まさかの2人目。うん、おはざまーす。おはざまずー、準備できたんでいきまーす。完璧な気がする。この朝の準備とかも含めて、パッとね、目覚めた。ここだな、今だな、7時だなっていう。確実に俺が一番です。早すぎじゃない？いや、早すぎますよ。そう言われた。ただいまの時刻、いい、発表してもらいます。はい、6時21分。はい、早っ。俺すごいピッタと思ったよ。俺もいい感じの小鳥のさえずりと思って。そうっすね。なんか7時にだから近い人が、まあ、勝ちなんで。確かにそうですね、まあ、早ければいいっていう問題じゃないんですよね。そうですね。だからこれからももうほんと7時近くなるんですよ、はいはい、誰か来るかもしれないし、超遅い人もいるかもしれない。めっちゃいる。再開。再開。うん、え、遅いよ。行きました。おはようございます。めちゃめちゃトイレしたくて起きました。まあ、結構いい時間帯に起きたんじゃないのかなとは思ってます。ということで、準備が終わりましたので、早速車に向かいたいと思います。行ってきます。え、わかんないですけど、朝食バイキングみたいのが多分このホテルあるんですけど、朝めっちゃ人いた。え、ということは普通に8時とか9時とか今。え、やばいんだけど。ただいまの時刻6時29分です。え、でもなんか空見た感じ、わ、これ結構いい線いってるなぁ、ね、と思って、朝の朝食バイキングで、ね、大人がめっちゃ食べてて終わったわ、終わったよって思うよ。朝食バイキング見て。でもアゴさんいるから、はい、まだね、期待の期待のアゴさん。これめちゃめちゃ待つ可能性ある。確かに。ですよね。こうなってくるとアゴキングかお団子さんだよね、今んとこ。今日1日おごりだよ。まあ、多分45分以降に来てくれないと、差で言うと僕負けなんですよ、うん、頑張ってこんな時間6人全然寝た気もしないのに、最下位の最悪だよ。でもある意味寝てないもんね、ずっと起きてるみたいな。あの、もうやり口を取ったわけじゃん。起きちゃうんだから、しょうが最下位だよ。今、おい、7時だ。7時になりました。もうすでに揃っている状態です。7時の状態で3人。今回アゴさんでも遅刻っすね、これ。7時過ぎちゃうと。そうだね、7時1分だったら遅刻は遅刻になっちゃうよね。7時半までに来れば、はい、まあ勝ちですからね。勝ちは勝ち、勝ちは勝ちなんですよね、比較的に、うん、だって前回のと一緒だったらここから2時間待つわけですよね。そうだよ、確かにそれはなかなかのね。
あれがアゴキングであれば。来た。え、俺最後？ねえ。やべ、普通に二度寝してた。ちょっと、じゃあ準備しましょうか。今7時ぐらいだと思うんだよな。え、結構いい時間じゃないですか。バーディーさんの待つ車に向かいたいと思います。まぶしい。果たして今何時なんでしょうか。ちょっと明るすぎるか。7時かなり過ぎてる感じはするな。え、俺最後？ちょっとどんだけ寝てるの。え、何したんすか。逆に早すぎるんじゃない。相当あなたやってますよ。何したんすか。いや、何時なんですか。バディさん、はい、答えお願いします。ただいまの時刻7時30分です。何やってんだよ。何やってんすか。ビリーは今日一日おごりだぞ。俺らだってね、7時より前にぶっちゃけ来てますからね。やっちゃった、寝ちゃった。もっと遅れろ。もっと遅れるんだよお前は。それぞれ何時に到着したか言いましょうか。お願いします。僕が6時29分。6時21分。はい、はい、6時18。で、誤差で言ったら一番ないってことですよね。あの、1位です。はい。こんな結果になって誰もすごい遅刻はなく。ビビーリーキングってことですか。というわけで、1位はアゴキングさんでした。よっしゃ。そしてビリーはおだんごさんです。よし。お金失うんですか。もちろんです。しょうがないよ、ね、めちゃくちゃ言ってるやん。絶対この企画出ない。それでは皆さんも遅刻には気をつけましょう。というわけで、このチャンネルが面白いなと思ったらチャンネルをお願いします。それではバイバイ。発泡スチロールの家を作って24時間生活だ。見て、ピザの色してる。あっちいんですけど。うわバカみてえだよ、これで俺が負けたの。ビビってさ、寝れないでさ。